こちらのね、クロミちゃんと同じシリーズのマイメロちゃんももちろんあります。これが25個目で、で、同じシリーズのポーチが26個目です。まずこちらのトートがですね、マイメロちゃんにしては結構ね、珍しくね、ピンクベージュなんですよね。で、こちらにね、マイメロちゃんの刺繍があるんですけど、これめっちゃお上品で使いやすい。で、後ろはこんな感じで、内側はマイメロちゃんのこちらも総柄になってます。これはめちゃくちゃ使ってる、ほんまに。で、こちらが同じシリーズのポーチです。これもね、めっちゃ可愛いピンクベージュで、さっきと違う、なんか寝てるマイメロちゃんで、これ可愛い。ティッシュ入れる系のポーチですね。総柄になってて、この柄がね、めっちゃ可愛いんですよ。パールがついてて、めっちゃお上品。もう最近マジでこれかこれって感じですね、トート使うとき。よく使ってるリボントートです。このクロミちゃんのトートが多分一番使ってると思います、フルールの商品の中で。この素材もねツルツルで可愛いし、このね内側がギンガムチェックなんですよ。最近のやつって内側キャラの絵とかになってるんですけど、やっぱりこのギンガムチェックが一番可愛い。この一番ねシンプルな横で結ぶタイプのリボントートで、私の動画の中でもよく持ってるかと思うんですけど、これが一番使うし、なんかもう一番可愛い。このツルツルの素材も、この後ね紹介、同じようなやつ紹介していくんですけど、素材がどんどん変わっていってるんですよ。やっぱりこれがね一番可愛くてよく使います。でこっちが色違いのマイメロちゃんなんですけど、内側のこのピンクのちょっと濃いめのピンクのギンガムチェックで、これがもうめっちゃ可愛い。同じシリーズのポーチもクロミちゃんとマイメロちゃんがあって、これもねめっちゃ可愛くて、裏はこんな感じで真っ黒なんですけど、結局このサイズが一番良くて、多分コラボのポーチでもこのサイズって最近作ってくれなくてね、このポーチがほんまに一番使いやすい。で内側がねさっき見せたやつと一緒で可愛いんですよ、ギンガムチェックで。めっちゃ軽いし、リボンも可愛いし、このポーチを一番今使ってるかもしれないです。なんかどのリュックにも入れれるし。でこちらがマイメロちゃんです。これもねリボンがめっちゃ可愛いんですよね。内側がこのギンガムチェック、ほんまに可愛い。マイメロちゃんのポーチの中やったらこれが多分一番使ってると思います。めっちゃ使いやすくて、サイズがほんまにちょうどいいんですよ。こちらのポーチで30個目です。この時点で30個もある、すごい。同じシリーズのタオルです。これめっちゃ可愛くて、刺繍も可愛いし、リボンもめっちゃねしっかりしたリボンついてて、こんな感じでふわふわなんですよ。これがクロミちゃんで、マイメロちゃんもあるんですけど、マイメロちゃん今洗濯中やからちょっと予備の子を持ってきたんですけど、マイメロちゃんもね刺繍とリボンがめっちゃ可愛くて、こんな感じでめっちゃふわふわで、洗濯してリボンがやばくなるかなと思ったけど、意外と洗濯してもリボンはね大丈夫なまま保ってます。タオルってこの後コラボで出てないから、結構もうずっとこれ使ってます。はい、そしてこちらがマスコットです。めっちゃ可愛い。でこれがマイメロちゃんもねいたんですけど、一つちょっと落としてしまって今いないんですけど、このシリーズはねこの3人だけになります。こちらがお洋服違いで、なんか店舗限定で2種類作られてて、こっちがサンリオショップさん限定のお洋服で、黒いお洋服着てるんですけど、こっちがメゾンドフルールさんのお店限定の紫のお洋服を着てます。お顔とかねデザイン一緒やねんけど、色違いで作ってめっちゃ可愛い。マイメロちゃんも店舗限定の子で、ちょっと濃いピンク色の子で、このフルール限定のお店の子がいたんですけど、ちょっとね落としてしまって、私が今持ってるのはこのサンリオショップ限定の淡いお色のマイメロちゃんなんですけど、この子はこの子でめっちゃ可愛いんでお気に入りなんですけど、前どっかの作業動画の雑談で話したんですけど、そう落としてしまって今はこの子だけになってます。こちらの花柄のトートなんですけど、こっちがねマイメロちゃんで、ここにねマイメロちゃんの刺繍があって、ここに見えますかね、花柄の中にねウサちゃんが隠れてて、これよーくみんな見えへんから見えへんかもしれへんけど、この花柄の隠れウサちゃんが可愛くて、あんまり普段花柄って持たないんですけど、これは買ってしまいました。これは逆に内側がねサテンっぽくなってて、外が花柄で内側がね無地っぽくなってます。クロミちゃんがこっちなんですけど、このねクロミちゃんの刺繍もめっちゃ可愛いんですけど、この花柄の中にね何が隠れてるかというと、見えますかね、これ隠れバクくんなんですよ。見えるかな、このバクくんが可愛すぎて、あんまりこのほんまにこういう花柄って持たないんですけど、これは結構ねよく持ってます。内側は黒の無地になってます。
まだまだあるけど50個ぐらいあるんかな。サンリオショップで受注してたシリーズなんですけど、こちらのね、ギンガムチェックのリボントートです。まずこちらのクロミちゃんですね。このね、柄もめっちゃ可愛いバコちゃんいるんですよ。で、結構ね、この素材が変わってなんかシャカシャカっぽい、なんか夏っぽい生地になってて、これはだから夏にめっちゃ使ってました。無地っぽいお洋服に合わせて使うと結構可愛かったので、こんな感じでチェックになってて、外がチェックなので内側は無地になってます。で、このクロミちゃんのマイメロちゃんバージョンがこちらで、これもねめっちゃ可愛くて、見えるかな、マイメロちゃんの柄があって、でなんかチェックがめっちゃ優しい銀ガムチェックやから、これも結構よく使ってます。後ろはこんな感じで、内側もなんか優しいピンクベージュみたいな感じで、これは結構ピンクやけど使いやすいなぁと思って。同じシリーズのチェック柄のポーチもあります。こちらがクロミちゃんで、ここにリボンついてるのが可愛いんですよね。結構大きめのこのティッシュ入れる系のサイズですね。で、中は無地です。マイメロちゃんはこの花冠ついてるめっちゃ可愛い。マイメロちゃんも横にリボンがついてて、ティッシュ入れる系ですね。で、内側この優しいピンクベージュがめっちゃ可愛い。ショルダータイプのこのスマホとか入れるポーチ、これがめっちゃ可愛いんですよ。こっちがねクロミちゃんで、このリボンついてて、素材的にはあの一番初めに私がリボントートでいいなって言ってたツルツル系の素材なんですけど、このね後ろにもなんか入れれるポケットがついてて、で中がねギンガムチェックなんですよ。これはほんまにスマホとかちょっと小銭とリップ入れて使うにはめっちゃ便利で、チェーンがまたリボンで可愛いんですよ。チェーンは取り外しできるタイプなんですけど、肩にめり込むからあんまり意外と可愛いけど使ってなくて、ちょっと近場にお出かけの時だけ使ってるかも。マイメロちゃんもツルツル素材で、リボンがね可愛いんですよね。このフリルとかも後ろがねこんな感じでポケットになってて、内側のねチェックのさっきのリボントートのやつと同じ素材になってます。マイメロちゃんもねこのリボンとチェーンがついてるんですけど、結構ねめり込むっていう難点があります。44個目がこちらのリュックです。私いつも意外とこれ使ってないじゃないですか、やから持ってたんやって思われるかもしれないですけど、実は持ってたんです。クロミちゃんのエンブレムが可愛い。フルールさんといえばこの横にねリボンのチャームがついてます。これはね取り外しできます。中がクロミちゃんの柄になっててめっちゃ可愛いんですよ。しかもめっちゃ容量がでかい。で、これはめっちゃ容量がでかいんですけど、なんで私が使ってないかというと、なんか私にはでかすぎるっていうところで使ってないんですけど、なんかいつもね、よく動画で背負ってるクロミちゃんのリュックって結構小さいんですよね。なんかそれに慣れてるからか、なんかこれを背負ったらすごいリュック背負ってますみたいな感じに私の中でなって、なんか意外とこれはあんまり出番がなくて、めっちゃ荷物多い時はいいんかなと思うんですけど、私は結構リュックはちっちゃく持ちたいので、これはちょっと大きすぎて私はあんまり使ってないんですよ。同じシリーズのマイメロちゃんなんですけど、これはマジで全然クロミちゃん一回使ってあんまり使ってないから、マイメロちゃんは開けてさえないって感じでこのまま置いてるんですけど、めっちゃでかいリュックでさらにピンクやったらなかなかすごい存在感で、これはまだ使ってないです。実はこちらがマスコットです。こちらもね店舗限定のやつで、こちらがサンリオショップで、こっちがメゾンドフルールさんのお店の分ですね。チェックのねドレス着てるんですよ。めっちゃ可愛い。このリボンとバラつけてめっちゃ可愛い。これマイメロちゃんもね2種類いるんですよ。こっちがサンリオショップ限定で、でこっちの子がメゾンドフルールさんのお店限定で、この水色のマイメロちゃんも可愛いし、こっちもめっちゃねなんか春っぽい色でめっちゃ可愛い。すごい、50もあんの？すごい。こちらが最後のシリーズになるんですけど、これもね結構最近発売されたリボントートなんですけど、これが素材が綿っぽい素材になってて、柄がクロミちゃんとバクくんでめっちゃ可愛いんですけど、この綿っぽい素材が意外やなと思って、結構ねなんか同じデザインやのにめっちゃカジュアルなんですよ。内側がサンリオキャラになって、メロクロちゃん以外もいるんですよね。デザイン一緒やのに素材が違うだけでめっちゃカジュアルな感じになるから、意外とこれは使ってないんですよ。こっちがマイメロちゃんで、覗いてる柄がめっちゃ可愛くて、でも素材がほんまに何普
普通のトートバッグみたいな素材、綿っぽいやつ。リボントートではあるんですけど、なんか持った感じほんまに結構カジュアルになるから使ってないかなっていう気がします。こちらのミニトートも一緒に発売されて、これがミニトートのバッグチャームなんですけど、こんな感じでチェーンがついてて、カバンにもつけれるし、ぬいぐるみにもね持たせれるようなサイズ感になってるんですけど、柄もさっきの大きいトートと同じ柄になってます。このサイドもリボンがついててめっちゃ可愛い。マイメロちゃんもねこちらに柄が入っててめっちゃ可愛い。こんな感じでサイドにリボンがついててチェーンタイプになってます。こちらが最後になります。メロクロちゃんのマスコット、このねモフモフ感がクルールさんが出してるあのクマちゃんとかと同じ感じやなと思って、ロゴのリボンがついてて足もね刺繍が入ってて、この辺もフルールさんのクマちゃんと一緒でね可愛いなぁと思うんですけど、デザインもね定番っぽくて可愛い。後ろ姿もねめっちゃ可愛い。こちらのマイメロちゃんとクロミちゃんが54個目、55個目、55個ありました。いやーこんなにあったんですね、55個。しかもこれ私全部予備とかもあるから100個ぐらいあるんや家に、やば。はい、ということでメゾンドフルールのサンリオコラボ商品を数えたらお家に55個ありました。なかなか多かったですね、びっくりしました。皆さんは何個ぐらいお持ちでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなって思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。